ライオはトゥルー、あなたは信じる、巷に広がる都市伝説紹介チャンネル、どうもアンバサダーのトエです。突然ですが皆さんはサイコパスという言葉をご存知でしょうか。あ、アニメの方じゃないですよ、本当の意味でのサイコパスです。そう、まあ、よく最近聞く言葉でもありますよね。まあ、サイコパスの意味説明できますか。正常とされる人格から逸脱した性格のことを指すそうです。まあ、なんで嘘をついたり感情が浅く非情な人間を指す言葉として使われます。実際にサイコパスの特徴としてはもう本当に日常的に慢性的に平然と嘘をついたり、良心の異常な欠如、もうだから本当人を思いやるという心がないんですね。そして衝動的に駆られてやっちゃうみたいなことですよね。それらがサイコパスの特徴として挙げられます。もちろん日常的にね、まあ、そういった人たちと関わる可能性があるという時点で怖いなーっていう感じなんですけども、そんな人たちがもし事件に関わったら一体どういう事件を引き起こしてしまうのか。というわけで今日は名探偵コナンに登場したサイコパスなキャラクターたちの事件を紹介していこうと思います。まあ、というわけで名探偵コナンと言ったらね、やはりねサッカー好きなんでね、今日はサイコパスな犯人ベスト11を紹介します。まず一人目はベイカーストリートの亡霊で出てきたトマス・シンドラー。まあ、これはそもそも犯行を犯した動機として自分の先祖が殺人鬼だとバレたくなかったためなんですね。これ結局人殺してたら意味ないやんって思いますね。いくら先祖が殺人鬼とバレたところで普通やったら冷たい目で見られるぐらいなんやけど、そうじゃなくて自分すら本当に殺人鬼になってしまう、この時点で結構やばいやつなんですけども、そのやり口もまた汚いやつなんですよ。殺人鬼とバレそうになったため、まあ、ある社員をですねすごい激務に追い込んで、で精神的にめちゃくちゃ追い込みまして自殺させたんですよ。かなりサイコパスな所業ですよね。でさらにその死を不審に思った父に自分の秘密を握られたため、その父親すらも殺害してしまうんですよ。シンドラーは私は怖かったんだ、私の中に流れる恐ろしい血がと言い放ってるんですけども、冷静に考えてその血のせいにしてますけども、普通に考えてこいつやばいやつですよね。血なんて関係ないじゃないですか、言ってもね。自分が何をしたかやと思うんですけども、結局自分も人殺しになったらそれ結局同じやんっていう感じですよね。まああまりに自己中なのでサイコパスかなと。そして二人目は豪華のひまわりの時に出てきました宮台夏実さん。こちらの動機はですね、ゴッホのひまわりの贋作を処分するためというね、もうこれまたね、よくわからない理由なんですよ。もうまず殺人の動機としてよくわかんないじゃないですか。で、ゴッホのひまわりをね、これ熱烈に愛してるんですけど、この犯人は。これね、様々な事件をこれまでも起こしてるんですよ。それが飛行機の墜落、放火、殺人未遂なんですよ。その2枚目と以前から偽物だと疑われていた5枚目のひまわりを贋作と決めつけて処分することを決意するんですね。で、ひまわりが乗った専用ジェットを爆破しようと思うんですよ。そのために整備士を買収するなど、とんでもなくね、考え方がぶっ飛んでて頭も切れるね、やばいやつなんですよ。で、しかもさらにこれね、どんでん返しがあって、5枚目のひまわりが、なんと論文で本物だと証明されているんですけども、犯人はめちゃくちゃ思い込みが強かったんで、なんとそのまま爆破しちゃうんですよ。そんなに思い込みが強いなら絶対にその際の他で生かした方がいいと思うんですけどね。まあ明らかにこの衝動的にやっちゃう感じがサイコパスですよね。それでは3人目、沈黙のクォーターに出てきました山尾圭介。殺人動機は金のため。これだけ聞くとまあまあ、まあ、ゴッホとかね、自分の血がどうのこうのとかいうよりかはマシかなって思うんですけども、この山尾圭介とんでもないサイコパスなんです。というのも強盗殺人、飲酒運転、ひき逃げ、トンネル爆破、殺人未遂、殺人、ダム爆破など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 、今まで余罪をね重ねまくってるんですよ。もう一件じゃないですよ。こんなに殺人ができる男はもうサイコパスのね代名詞のような男でしょう。こと細かな理由を話すと、ギャンブルで多額の借金を抱えたから宝石強盗と女性店員を殺害みたいなとか、盗んだ宝石を祖母の家に隠そう、飲酒運転、一人ひき逃げとか、偶然ね犯行現場を目撃されてしまったためについでにそいつも殺そうみたいなね。まあこれは未遂だったんですけど、とんでもなくね短絡的、衝動的にね、もう本当コンビニに行くような感覚で殺人しちゃうやつなんですよね。めちゃくちゃやばい。この山尾圭介に関してはですね、見た視聴者もクズすぎる、同情の余地なしなどの声で溢れました。まあ当然ですよね、常人には理解できません。
それでは4人目、アキオなんですけども、実はこれ、アキオの母の方が怖いんですよね。まあ、これは、幽霊屋敷殺人事件というファイル20の事件なんですけども、この犯人はですね、まず5年前の3浪目の大学受験で落第し、落ち込んでいたところを父に罵倒され、衝動的に父親を殺してしまうんですね。まあ、この時点で結構やばいんですけど、自分のしたことに押しつぶされそうになった犯人なんですけども、やっぱ自首しようと思ったんですよ。あ、結構割と人の心あるな。今までのやつは違うなってこの時点で思うんですけど、なんと、この息子の未来を案じた母親の手により檻に閉じ込められ5年もの間強制的に幽閉されてしまうんですよ。母親が自ら自分の息子を幽閉してしまうんですよ。息子は自分のした罪に震え、檻の中で毎晩のようにうめき声を上げるんですよ。お母さんはそれに対して、心配しないで、アキオ、母さんがあなたを守ってあげるの一点張り。完全にサイコパスですよね。そんなうめき声を上げる息子を見て何とも思わないのか。もう完全に息子を可愛がっている自分が可愛いというタイプの母親ですよね。本当に怖い。5人目は、山荘包帯男殺人事件の高橋良一。こちら動機はですね、友人の無念を晴らすため。まあわかるじゃないですか。ただ、これ殺人方法がとんでもなくえぐくサイコパスなんですよ。珍しいバラバラ殺人なんですね。犯人は太った体型をしていたんですけど、それが実はなんと、アリバイのためのフェイク。僕が太ったのは、真実。真実はいつも一つですね。あ、そうじゃなくて、この太っているっていうのはフェイクで、実はゴムスーツを着ていたんですよ、犯人は。で、それを利用して殺した人の首をお腹に隠して持ち帰るんですよ。この時点でもうめちゃくちゃサイコパスじゃないですか。首ですよ、殺した首をパッて体の中に入れて、もう一緒に過ごす時間があるわけですよ。で、結構異常ですよね。アリバイトリックをした後に再度首をまたお腹の中に収納しまして檻に投げ捨てる。結構ね、とんでもないっすよね。お腹に生首というパワーワードで、まあ、衝撃的なトリックとしてね、トラウマになってる人もかなり多いです。6人目は、青の古城探索事件の西川睦美です。こちらの動機は城の財宝を目当て。財宝を目当てに城の当主を監禁。さらに当主の顔に整形をしてすり替わる。それでも実の娘や使用人や親しい友人までは騙せないと踏んだので、城の隠し通路を利用しみんなまとめて焼き殺しました。なんと財宝のために合計17人も殺害。とんでもない犯人。当主が残した宝は、城の頂上から見える絶景。城そのものだったんですね。犯人は殺してそれが発覚した後に、こんなもののために私は何人もっと放心状態。城の当主がこれが宝だよって言っていたものすら理解できない、心まで美しくないとんでもないやつなんですよね。まあ、まさしく殺した人数から見ても、この異常な執着っぷりから見てもサイコパスでしょう。ちなみにこの回アニメでは暗闇から出てきたり床下に引きずり込む描写があったため、だいぶ怖い回だ。そのため視聴者にとってはトラウマになった回だそうです。7人目、ストラディバリウスの不協和音、羽田恭介ですね。こちらはですね、動機は父親死に追いやった人を殺すため、まあ復讐なんでわかるんですけども、これなんとね、この不協和音というのがかなりサイコパスポイントなんですよ。父親の死に関わった人たちのイニシャルを音階に見立てて順番に殺害していくんですね、この犯人は。まあ、しかし犯人は絶対音感の持ち主なんですよ。イニシャルが G と A が同時に死んだら不協和音になるということをね、めちゃくちゃ気にしたんですね。その理由がために死にかけた人を命がけで助けたりするんですよ。そして命がけで助けたにもかかわらず、その後殺害するんですね。かなり最高的じゃないでしょうか。さらにですね、これね、イケメン売れっ子作曲家というね、かなりね、芸術家としても成功しているのにもかかわらず、とんでもない殺害方法を取ってしまうサイコパス。世の中何があるか、本当にサイコパスは怖い。そして8人目、バレンタイン殺人事件、皆川和彦の母です。こちらはですね、遺産のためにまず義理の息子を殺害します。そして、このトリックがまたサイコパス。このトリックは、被害者の甘いものが嫌いというものを利用するんですけども、それに利用したのがケーキとコーヒーなんですよ。まあ、ところが、これね、ケーキが解毒剤になっていて、コーヒーが毒になっているんですけども、それを被害者以外にも食べさせているんです。とんでもないトリックじゃないですか。こんなことします？全員がケーキを食べるというそもそも保証はありません。もしかしたら来ている人の中にはケーキが嫌いな人がいるかもしれない。またお腹がいっぱいな人もいるかもしれない。でも全員にケーキを食べさせます。全員が飲むという保証がないにもかかわらず食べさすんです。その上でコーヒーを全員に出すという。もしケーキを食べるタイミングがずれたら被害者以外にも死亡。
コーヒーを飲む量とケーキを食べる量のバランスが崩れても死亡。被害者が気まぐれにケーキを食べる可能性もあり。とんでもない殺害方法ですよね。まさしくサイコパスの所業と言えるでしょう。要するに殺人1人プラス殺人未遂7人というとんでもない大事件になったんですけど、あまりのぶっ飛びぐらいに原作者の青山先生やプロデューサーがこのアニメオリジナル話に切れたというお話もあります。それでは9人目、ランも倒れたバスルーム、犯人は摂津健也です。こちら動機は逆玉の輿に乗るためなんですけども、もともと大企業の専務の娘と交際していたんですが、さらに上の会長令嬢との交際を目論みました。元カノと別れ、さらに別の彼女と付き合い、裏でお金持ちの令嬢を狙うという、まあ、とんでもないクズなんですよ。で、一方的にね、別れ話を持ちかけられた元カノはもちろん怒り、まあ、摂津に詰め寄るんですけども、そんな元カノを邪魔に思った彼は、なんと殺害してしまいます。さらに殺した元カノを、まあ、殺したという罪をですね、現在の彼女になすりつけようとしたんですよ。まあ、そのため、元カノとは別れてない風を装うんですよね。しまいには俺様と半年も付き合えたんだ、いい思い出にするんだな、などの発言もしています。サイコパスは短い期間に多数の離婚歴があったりするので、まあ、かなりね、性的な乱れという意味でもサイコパスと言えるのではないでしょうか。それでは10人目、能面屋敷に鬼が踊る、鳥羽初歩が犯人。こちらもアニメオリジナルエピソードなんですけども、動機は金儲けだけを考える美術館職員を全員抹消するためだそうです。もともと職員たちとはかなり仲が悪くてですね、まあ、各々がオーナーを殺そうとしていたんですよ。まあ、かなり物騒極まれない職場ですよね。こんな美術館嫌すぎます。コナン君といったら大抵前編後編に分かれてるわけなんですけども、この犯人前編ではほとんど空気のような存在だったんですよ。もうセリフが少なくね、全然目立ってなかったんですけど、そんな犯人がコナン君に犯行が暴かれると、参った参った坊や降参だよと開き直り出すんですね。めぐれ警部にもう一度犯人が尋ねられた時にも、はいはーい私が犯人でーすと楽しんでいる様子。もうまさしくサイコパスすぎますよね。もうそんな時にね、めぐれ警部に追い込まれてピースをするような余裕まであるんですよ。こいつマジでやばいやつですよ。まあ、そんな表現する彼女なんですけども、それを見た視聴者はもう明らかにサイコパスだとかなり話題になったそうです。アニメオリジナルはほんとサイコパスが多いですね。それでは最後11人目、交差する運命の2人の紺野太郎です。こちら動機は勤めていた会社が倒産して金がなかったためということなんで、まあ金のためなんですよ。でですね、金貸しに一人暮らしのおばあさんの家を紹介され、仕方なく泥棒をするんですよ。まあ、ところが金がないから盗んでこいという言葉に最初は驚きつつも、紺野という犯人は泥棒ってワクワクするとね、心をときめかせるんですよ。犯罪にですよ。もう明らかにサイコパスじゃないですか。めぐれ警部に自白する際も、それで忍び込んだんだと無邪気に語ります。多分何も反省しておりません。それどころかですね、泥棒したことに対してやっと見つけた新しい生きがいなどと供述し、そこにいる、まあ、少年探偵団ですね、まあ、灰原とか玄太くんとかをかなりドン引きさせております。いやもうこれね、ほんととんでもないね、やつでしたね。まあ、以上ね、今回ね、サイコパスベスト11ということで11人紹介させてもらいました。まあ、コナンね、やはりいろんな犯人がいるので、まだまだサイコなやつはいます。まあ、ただでさえ殺人を犯しているのにサイコなんですけども、それ以上にサイコなやつはまだまだいるので、ぜひ続編が見たいよとしては今すぐ高評価を押しといてください。それでは本日の鳥肌スコアは、0。犯罪係数ですね。本日の鳥肌ポイントは、サイコパスは実在する。それでは、See you.